早速ですが、今回は敵基地攻撃能力で敵領空内に侵入軍事施設を攻撃に限定した政府の見解を詳しく見ていきます。排除しないとの総理の言葉でしたが、トータル的に強化していく必要が出てきましたね。急がないといけない。2022年3月16日、韓国やアメリカの軍情報筋によれば、今年に入って、累計で10回目となる、ミサイル発射を北朝鮮が実施した可能性があるとされているが、これは、幸いにも成功せず、失敗に終わったとの見方が示されている。北朝鮮は、先月の2月27日と、今月の3月5日にも、大陸間弾道弾の発射を行っており、韓国やアメリカは、では、ここで発射されたミサイルは、従来よりも、大型で、新型の火星17号と呼ばれる大陸間弾道弾だったのではないかと分析していた。このため、今回の発射も同様に、このタイプの大陸間弾道弾が使用された、可能性が濃厚のようだが、無事に飛翔しなかった理由が、アメリカ軍の妨害行為、いわゆるサイバー攻撃的な行動が功を奏した可能性を示唆する報道も出ている。この報道の真偽のほどは定かではないが、今年2022年に入って多発している北朝鮮のミサイル発射に対し、アメリカ軍は警戒を強めており、これを牽制する意味を込めての黄海での軍事演習の実施も行っていた。これは、16日の前日である15日に刊行されたもので、アメリカ海軍の第7艦隊所属の大型原子力航空母艦であるエイブラハム・リンカーンの艦載機や、周辺のアメリカ空軍の航空機が参加して行われた軍事演習である。いずれにせよ、国際的に安全保障体制の不安定さが増している状況下において、そうした世界の情勢をあえて利用するかのような、北朝鮮のミサイル発射に対し、日本がどのような対抗措置が取れるのかには、これまで以上の関心が寄せられている。ことに、2020年6月に、こうした北朝鮮のミサイルへの備えとして期待されていた、陸上配備型のミサイル防衛システム、イージス・アショアの導入が断念されて以降、その分野における、今後の日本の対応は、議論の的ともなっている。一旦、このイージス・アショアの代替策としては、通常の海上自衛隊のイージス護衛艦とは異なり、撃用のミサイルを搭載することに特化したイージスシステム搭載艦2隻を新規に建造する方針が決定してはいる。しかし、もともとのイージス・アショアや、その代替策としての新造イージス艦を含め、現行のイージス艦が装備する迎撃ミサイルは、すべて、着弾地点の予測が容易な従来型の放物線を描いて飛翔する弾道弾への対処しかできない。これに対して近年の北朝鮮のミサイルはこうした従来型の弾道弾と異なる軌道を飛翔できるタイプや、いわゆる極超音速兵器と近年は定義されるタイプも出現しており、これまでのミサイル防衛システムで激い撃が著しく困難とも言われている。軍事上における抑止力の概念は大きくは2つに分けられており、その1つ目が拒否的抑止力であり、2つ目が懲罰的抑止力とされており、日本は太平洋戦争後、自衛のための戦力のみを保持するとの立場から前者を選択してきた。そこで想定されていたのは、日本に向かって飛翔してくる北朝鮮等の放ったミサイルをイージス艦等に装備する撃用のミサイルで撃ち落とすという手法であり、これが昨今は敵ミサイルの進化によって困難となっているものだ。そのため敵のそうしたミサイルが発射される前にその本体を破壊しようという試みが新たに議論されるようになり、これもまた拒否的抑止力の一環として自衛隊がその能力を備えることも、
この枠内に収まるとの解釈がなされている。こうした発射される前の敵ミサイルを破壊しようという考え方は、確かにその限りにおいて拒否的抑止力の中に包括できる手段だと言えなくはないが、発射場所が固定されており、その対象が液体燃料を注入する等の前提が必須となる。翻って昨今の北朝鮮では、車両や鉄道によって発射するミサイルの場所を自由に設定することが可能となり、またその燃料にも固体燃料が用いられるようになっているため、これをピンポイントで攻撃することは現実的ではなくなっている。もう一つの抑止力の概念たる懲罰的抑止力とは、敵からの先制攻撃を受けた場合に、その報復として敵側にそれ以上の損害を与える兵器を有し、その存在を認識させることで先制攻撃そのものを断念させることを指すものだ。したがって懲罰的抑止力の最たる兵器としては、事実上現在は核兵器というのが常識であり、これを政治的軍事的にも保有し得ない日本は、アメリカとの軍事同盟によって間接的にその核の傘の庇護を受ける形でこれに対応している。こうした兵器としてのミサイルの進化によって、従来の想定からは大きな変質を遂げているのが、日本が今現在置かれた安全保障環境だと言えるわけだが、日本の政策や防衛方針を決定するはずの国会においては、その変化に与野党ともに追いついていない。というのも、今年2022年2月の衆議院の予算委員会において、野党立憲民主党の長妻氏から、岸防衛大臣に対していわゆる敵元攻撃能力についての質問が行われたが、その質問の意図や趣旨が甚だ不明確で、建設的な議論だとは感じられなかった。長妻氏は敵基地攻撃能力について、その手段を岸防衛大臣に問い、今更のように従来から日本政府が自衛のための戦力を超えると見さし、その保有を禁じている大陸間弾道弾や攻撃型空母、戦略型爆撃機の見解に変更がないとの回答を得た。その上で長妻氏は、であれば敵国の領空内に日本の自衛隊の戦闘機が侵入して対地攻撃等を行うことはあり得るのかを問い、岸防衛大臣は可能性としてそれはあり得るとの認識を示したが、この質疑の意図した点がよくわからない。つまりは、自衛隊としては戦略爆撃機は保有せずとも、現行のマルチロール戦闘機タル F-15J イーグル等に対地攻撃用の兵装を施せば、それとほぼ同様の攻撃能力を持つこととなり、現政権がこれを認めることを問題視しようとしたのだろうか。こうした質問がどのような軍事的な意味を持つのかは全く理解できず、個人的には政治的に現在の政権に対して何かしらの批判を行いたいという以外に、その意図するものは計りこねるとしか言いようのない、甚だ不毛な質問にしか聞こえなかった。すでに2020年12月の閣議において、日本政府としては陸上自衛隊で配備が進められている1-2式地対艦誘導弾の能力向上型の開発を進めることを決定しており、それは大幅な射程距離の遠心特空対艦及び艦対艦型への派生が基とされている。こうした1-2式地対艦誘導弾の能力向上型の開発は、直接的対地攻撃用の兵装となることまでは言及されてはいないが、敵の射程距離外からの攻撃を可能にして自軍の戦闘機や艦艇の損耗を防止する方向性であることが示されている。こうした流れを
敵地攻撃能力の保有だとされる非難を恐れてか、スタンドオフミサイルと表現することで回避しようとする政府のあり方も、決して褒められたものではないと思うが、方向性としては、何ら間違ってはいないだろう。昨今の日本を取り巻く、安全保障上の変化から、安倍元首相等が NATO 加盟国のようなニュークリアシェアリングの議論をタブー視するべきではないとの意見を表明し、これに反対する勢力は、感情的な反発を強めている。戦術核の運用を想定したニュークリアシェアリングまで、一足飛びに日本が踏み出すか否かは、確かに問題は大きいが、せめて、長射程の兵器くらい問題視せずに装備できなければ、北朝鮮等の挑発に手も足も出ない状況は続くとしか思えない。